あの 大会の進行もある。あ、まあそれそれこれ何 よ, ですよ。さてどっちが出るんでしょうか。さてバティスタ対ユズリハ、バティスタがゲロいはずの組み合わせだよね。73ユズリハ7のバティスタ3と思うけど 6.5。 バティスタもはめれば開幕ダッシュし、いかに捕まえるかといったところ、開幕から捕まえられた。かなり厳しいユズリハ、切り返しがない状態でバティスタに捕まえられるぞ。かなり辛い、なんとか脱出したいところだが、ここは中段が通る。これは殺しきれてしまう。 CS 使ってゲージを回収して流れるように取っていったのはニードルさんのバティスタ。ジャンプレシーは弾でカウンター、互いに遠距離で打ち合っていく。バットが一発通って画面端 5S5A 5C でちょっと隙間が空いている。おー、あんだとお互いに投げつかなと。反応はニードルさんが早かった。 2C 指導から痛いダメージ、ステッチを置いて、これは互いにカウンター、互いにカウンターじゃねえや、バティスタカウンターしない。これは中段が通る。ビームからすげえ痛いダメージ、しかもこれサマソで死んでしまうんじゃないでしょうか。まだ生き残る。4000ダメージ取ってから透かし投げ、来るよ、うん、そもそも下段もあるし、ね、いや意外と私バティスタは結構上にいるんや。さてここで出てくるは時間切れリンネ対で、どっちで出てんだ、テンパーさんのゴールド、しかし名前はキングエンジン。時間切れノーカード、カード忘れたそうですね。保険かけてるかのかという声が。さしてゴールド対リンネ、これ難しいですね。無人で、アーサルジャンプシーが割れてしまう。ニビーカの先っぽがカウンターする。この投げから、権利を持っている。ここは強気に投げていく。なぜ後ろに投げなかったか。アーサルトから、ジャンプ B は、2Cが置いてある。コマ投げ、割れている。2Cで締めて。ポータルから有利を取る。 5B はなんとガードでプラマイゼロ。小丸だけもう一回、こうなるとリンネは怖くなってしまう。まずは 2B でリンネが去っていくところだが、発生はリンネが早いが距離自体はゴールドの方が長い。なるべく近寄りたいところのリンネ、ゲージを吐いてでも近寄りたい。これは表裏裏が通っていいダメージ、中段を匂わせた下段通ってしまう。これは難しいところ、投げを抜ける。ゴビー出したところ、昇竜拳でしっかり。さて互いにゲージは200%、何か刺さるとやばいところ、護衛を出したところ 2B が刺さるが互いに何かカウンターしている。ポータルが刺さって仕切り直し、クーガー巻くのも結構怖い。距離によってはモータルがぶっ刺さる。 2B からカウンター、ダッシュ出したところ、ここは勝利で切り返す。クーガーで有利を取って、距離は表バレバレだったか、
モータルね、ね、投げる。しかも権利はゴールドに来る。200番あるんで、小物が取るぞ。死ぬまである。グリムでユリを取って、前に出る。無人から、EX 出して、裏はしっかりガードしている。アサルトからの前ダッシュはベロフ。このベロフさ、ゴールド。結構何でもできる。ベロフしたら、ゴールドは、美少女が振り放題に、結構なるところだが、ケンリが来た。危ないところ、今の中段かなり勇気やりますね。CS してたら、インフィニットアースから、すごいことになってましたね。しかし、立っている。ケンリは、ゴールドが持っている。ここは使って、もう一回投げ落としたところ、バックステしている。これは、赤い。あー、ばい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 。あー、ばいばい。やばいことになって取ったのは時間さんの輪廻で、これで時間さんの輪廻対ニードルさんのバティスタ。バティスタ輪廻はどっちでしたっけ。え、え、ロイ選手のバティスタ有利、僕がちょい有利かな。ちょい有利。まあアンケート用紙あるんですけどね。では、バティスタリンネはバティスタと、なぜかオリエ使いがここで出てくる。まあバティスタのカウンターしないを見るとギルダかわいそうにはなる気がするよね。400パーは何だったのかみたいな。まあ、あれ、あの、さて、これすでに体力を削ってるのは、いや互いにほとんど同じか。金投げはしっかり抜ける。無人から権利はリンネが持っている。距離を通ってしまう。200パーと権利がある。これは殺しきるか。届いてない。ごまかして取っていく。シーって顔してましたね、デカンさんが。当然だろみたいな、ドヤ顔。さて金投げはしっかり抜ける。ダッシュ B から遅らせる。無人繋がらなかったが、まあ十分サマスを入力したところか。タッチぐらいしてしまう。二段ジャンプでサマスを避けて裏をしっかりガードしている。中段が通ってしまう。しかし A コンボミスる。クーガーのところはサマ、権利はバティスタ。今のはシールド危なかったところだが、ちょっと微妙なところだった。サマーです。サマーじゃねえや、シードリで締めて接地を置いていく。あれ接地置かれるとかなり辛い。ジャンプからの遅らせ、何回か分かんないことになって交番がかぶっている。しかしアサルトジャンプシーンをサマーで落としたんで、アサルトバグが残っていた。さて互いにというかリンネがゲージは 200%、 ここで有利を取って固めていく。中段は空中に浮かんでいた。もう一回中段、中段をガンガン振っていく。権利はリンネ。しかもこれはあと一回とのこと。さあこうなるとバティスタでもかなり辛いぞ。てか誰でも辛いけど、ここはベロフ EX で卵と消す。オクラス投げは取っている。権利使ってダッシュ C のところはコパンが置いてある。取ったのは時間さんのリンネ。なんで鉄ひと時間切れペアが取って、元地達井ペアと菅野ローペアですね。で、あ、すいません、あの遠征勢の方、遠征勢の方、あのお土産があるんで。どこからがいい。いや、あの、え、あの、関東以外からの遠征勢の方でお願いします。お
関東で住んでないからっていうところ方だったら。さて出てくるは菅野ハイド対元地ゴールド。ハイドゴールドはどうでしょう。デストラーズさんどうでしょう。ハイドゴールド、あ、ハイド有利、 3.5 でハイド不利。すごい。まあまあこの結果でわかるでしょう。リップもほぼ同じ。まあ1回やったらわかるわけじゃない。まあ確かにそうなんだけど、確かにそうだけど、もうだろの2段目引っかかる。単発で1100、やばいダメージ。やってない人の声、多分やってる。モータルから3300、画面端に連れてかれた。もうグリムから有利取ってちょっと様子見する。コマ投げが通る。これでコパンからコマ投げが通ると権利はゴールドのもの。汚ね花火が飛んでった。アサルトジャンプ B が下に判定が結構あった。 3C を落とす。 3C を使ってしまうが、画面端はハイドが持っている。投げは抜けて1投で止めて6尾出したところ、グリムと相打ち。投げはまたしても抜けている。 2B がカウンター。モータルで締めて権利はゴールド。グリムで使っていく。 2B が置いてある。しかし3C が今届かない。ダッシュシーン、カウンターしたがちょっと見せてしまう。前に出たところ中足が置いてある。まだ死にはし、ここは下下で締める。 EX の駒投げはバックスで回避。ダッシュシーが刺さる。これは運びのルートを選択。小足が通って、これは殺しきれるか。殺しきる。取り返していくのは菅野さんのハイド。モータルはアサルト。もう一回アサルトが通る。なんだよこのキャラみたいな顔してる。菅野選手のハイド。アサルトしかし、ここは様子見。コーパンが通っている。アサルトがだったんでまだバグってるかもしれないよ。モータルが通ってダッシュシーカウンター。ここは安定で締めて2A から 5C モータル。 2B の先端、5B 置こうとしてんだけどみたいな。しかしまだある。中段が宝石切りになっている。 EX ハードで締めて取ったのは元地さんのゴールド。さてできれば菅野さんは辰井さんに当てたかったところ、アサードバーグダッシュシーカウンターから。あれでもカウンターするとなくなんじゃねえの。空中攻撃だけなのあれ結局。まあもう感覚え、空中攻撃出せばいいんでしょ。空中攻撃出すだけ、出すだけ、ゲー解除。あ、そうなんだ。菅野といえばシステム中だから。あれでもフレームとシステム大事だから。まあいいか、哲学的にいくから。カウンターに行くと、これこっちそうだね。ケイちゃんいない。これも欲しいよね。菅野作の、菅野作のムックが発売されるかもしれない。菅野作のムック作成のフレーム調べて。大変すぎだもん。一人やってんだよ。さっきの攻略の自費出版で。そして出てくるは辰井 VS ローのオリエ。メルカバオリエはどうなんでしょうね。まあ残投げは通る。しっかり8ヒット。私もこの前の本戦でめっちゃ投げられました。まあしかしオリエは多分 3C グラップすれば画面端はそんなに怖くないと思うんですけど、 3C からバックステスラストが通るが、ここはガーキャン使っていく。今のはシールド取っていたが、ここはダッシュでいく。2A が通る。暴れ潰の 2A が画面端に追いかわれた。今のはかなり危なかった。中段が割れていく。ダッシュから中段しっかり立っている。
ジャンプにシーンにスラストを混ぜたのが B オーダーガードしたところに緩んだところに 6B が置いてある。ダッシュで前を詰めてからの下下設置、なんかちょっとテクク見える。 3C でお互いカウンター、起き上がりはスラスト、昨日やってほしい昨日というか一昨日やってほしかったところが防衛で暴れてジャンプにしてつかったところ 2A 投げは抜ける、ダッシュで遅らせアサルト、今のシールド張っている、そしてコパンを当てていく、画面端まで連れてった。ダッシュシーンはガードシール、ジャンプで位置を入れ替える、あのオーダーがすごいこと、ジャンプシースカからゴミカウンター、シールドが割れてかなり危ないところ、 3C グラップしている、うますぎとの声。スラストはまだ先端か、ダッシュシール近づいてベルカオが投げていく、今だ投げは集めて通ってアサルトジャンプ、オリエのお株を奪っていくか、ダッシュシーロー選手グラップをする気がないぞ、ダッシュシージャンプにシスカからやったが中段が出る、アサルトが入る、これはコンボをしっかりやれば殺しきれる。さて今日のローは優勝者と準優勝者を倒していく、なぜこのオリエが本戦の時にいなかったのか、さて出てくるは元G さんのゴールド、さてこれはおとといの予選のチームメイトであったローノーリエ対元 G ゴールド、ジャンプ2C からのハメとの声、私もそう思います。しかして中段当たっている、 2B がカウンターしている、ここは権利を取っていくためコマ投げる途中で切った、これは重いコンボ、3500減っている、護衛護衛からコマ投げで権利はまだしてもゴールド、 2B が通ってベロフ、 DX グリムぶっ放した、取っていくのは元爺さんのゴールド、 3C はここはオーダーが置いてある、モータルがバークステに引っかかる、ダッシュからここはジャンプ C、 ジャッシュ C からコンボがつながる、しかも 3C いけるんでジャンプ 2C から3段目、これはさようならの空気、調子が良かったって言ったのは何だったのか、 EX グリムじゃ知らないよ、お見合いから中段は立つ、さあ投げつかからオーダー、オーダー設置へ、ゴシーでまさかの落として取ったのは元爺さんのゴールド、さて、元ちいさん、たついさんペアが取りましたんで、続いて伏せマスター、泣けるペアと、鉄人、時間切れペアです。別にあれ、空が不可でもないからね。カウンターになると思ったのに。あれも始まってんの？あ、これからよ。さてバーティスタ対、あこれ違うよ、リップ低い順だよ、リップ低い順ですよ、リップ低い順ですよ、これ どうしましょう、あの時間切れってやつがあのルールを無視して自分から出ようとしたんですけど時間切れ、
さて時間切れ選手ゲーセンに迷惑をかけていく、何か一言がありますか？聞こえてないですね。聞こえてなかったです。さて仕切り直して、さてバティスタ VS 譲り派、まず捕まえるのはバティスタ、ドリルが出たところバットが置いてあった、着地を投げて接地を置いて下がっていく、しかしユズリハー機動力がとても高い、投げを抜けたところサマソで出していく、 EX で出して火力を取っていく、ビームはこっちで避けている、まず取ったのはユズリハージャンプにし、アサルトジャンプしから着地には護衛を重ねていく、投げが通ってダッシュで締める、ここは思い切った暴れを通して、しかし譲りはかなり自由に画面を行ったり来たりしている、バットが刺さる、込むにはいけないがここはアサルトが通っていく、投げはコパンが置いてある、 EX ビームが通って EX サクじゃない、八重をぶっ放す、こっちで避けて EX ビーム、さっきの先っぽが引っかかる、徐々にバティスタが削られていくか、しかしバティスタも負けていない、スタークに球出して、これはチェインシフト飛んでいるんで少し枠が深く出し締めしてしまうが、ここはベロフ飛んだところはお互いに体力はやばいところ、ビーム一発か先が一発かかると死んでしまう、球出してこっち位置が入れ替わる、こっちでワープしたところにはビームが置いてあって取っていく、取り返していくのはナケルさんのバディスター、上からかぶせて互いに当たるとバーティスタの方がちょっと立っていたが、中段ちょっと距離が足りなかった、蹴りの部分だけやってしまう、ここはゲージ吐いてなんか赤くなっている、インフィニットアースからここはバーティスタ暴れていく、いえシードリルからお互い画面端、画面端と画面端でまあ横になってる、ゴシが通る、蹴りを使ったところ、ここはユズリハ投げを決める、ゲージが溜まるとこれは微妙なところ、もう一回護衛からの金だけ、これが通る、取ったのはユズリハ、ちょっとなんか疲れたんで、いやあと1回でしょ、次に対戦するは、伏せました社長対時間切れ、まあ、そうだね、まあ、もともとチームメイトだから時間切れ氏を応援したいけれど、どうまあ、いつも通りで、開幕は俺が喋りますか、じゃあ、はい、先月の、コンバット自然杯で、決勝戦で同じカードですね、時間3対布施さん、前回の大会の時に
準決勝が時間さんとローさんの時に、時間さんが勝てば俺が勝てると言っていた布施さんですが、さあ今回はリベンジなるかと言うと、コマ投げ2回使ったところにダイブキック、 CS を使ってゲージを使ってまずは時間さんが1本コマ投げしっかり抜けて、2回目は離さない、さあ EX 空間から、さあすっかり70カウントぐらいのコンボなくなってしまいましたが、ここで投げ岩を投げて攻めを継続していく、さあここで昇龍が出てしまって、ここは捨てさんが1本取り返して最終ラウンド、さあ先方取っていくのはワレンシュタイン、さらに画面端を継続していく、ここで暴れ勝利が入って、さあカウンター位置を入れ替える、さあこのラウンドは終始ワレンペースだが、さあまださようならということで、さあ鉄さんが、勝って、鉄人さんの譲り派と対戦ですね。では、もう一回やってもらう。いいよ。さあ、決勝戦、決勝戦じゃねえや。セさん大将戦ね、大将セさんと、テスヒトさん、さあまあ譲り派とワレン、どっちが有利なんですか。譲り派がガン有利でも俺たちの上にはワレンさんがいるから、さあじわじわと近づいていく、さあ波動が入って、さあボディプレスからの CS、 さあなるべく譲り派側は遠距離から当てていきたいところ、さあこれ譲り派のターンが始まらない、さあ投げが通って、さあ14ヒット、さあなんか変な当たり方して、まずはワレンシュタイン、さあお互い様子見といったところで相打ち、さあここで駒投げ入って、さあ2300、じわじわとした立ち回りから、お互い様子見の状況が続く、さあ抜けて、さあここでベロフ、さあなんか変な当たり方して、さあここで中段が入る、さあワレンのターンが続く、さあさらに中段といったところで、セーマスターさん、ナケルさんチームの、勝ちと、あの中段は28フレ、ね、じゃあ決勝の前に、三決をやりましょう、菅野さん、ローさんペアと哲人さん、時間切れさんで、
もう話し合いも何もクソもねえな。